も、かずこです。どうもです。やさぎです。ゆうじです。ゆうじです。よしこです。よしこです。さあ、そうなんですけども、はい、まあちょっとあるご報告がございます。はい。何年だ、うん、2年ぐらいか、うん、続けてきたんですけども、はい。いろいろ考えた結果なんですが、はい。カジサック、切り抜く部屋、はい。一旦休止します。お願いします。はい。はい。これね、まあ、約2年前ですかね、ちょっといろんなチャンネルを作ってる中で、うん、まあ、切り抜きっていうのが流行った時期があって、うん、でそこにちょっと、まあ、便乗じゃないけども、うん、まあ、僕の中で、まあ、自分で切り抜くみたいな、うん、誰もやってないなと思って新チャンネルを作らせてもらったんですね、うん、はいはい、でそこから毎日配信も短めのね切り抜きですから動画ですけども、うん、やってきて、うん、で当初の目標では、うん、10万人登録を目指して、うん、銀の盾をゲットするっていうのを目標にやってきたんですけども、はい、ちょっともう結構頑張ってやってきたんですが、うんうん、そろそろちょっと潮時かなというところで、うん、はい、なんだろう、これはひょっとしたら俺は伸ばしすぎてたかもしれん、うん、やっぱり何でもかんでもこう挑戦は大事やで、うん、でトライアンドエラーを繰り返すのが大事なんですけども、うん、このエラーの判断がちょっと俺は遅かったかなって、なるほど、思ってんな、うんうん、やっぱりさ、その続けようと思ったらもちろん続けることはできるんですけども、うん、やっぱりこっちも仕事としてやってる中で、うんうん、なかなかうまくもうこう回っていかないっていう感じになってきたので、うん、ここで一旦休止とさせていただきます、はい、それでもね、切り抜く部屋を見てくださってる方はたくさんいらっしゃったんで、うん、はい、残念に思ってしまっている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ちょっとここはチーム活躍として一旦チャンネルは休止したいと思っておりますので、何卒ご了承よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、でね、まあメンバーもいるんですけど、うん、なんかこれだけで終わったら暗いから、うんうんうん、ちょっと緩くいっちゃう思って、はい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 、まあ、今回のこのテーマはさ、うん、まあトライアンドエラー、トライアンドエラー、まあ、挑戦した結果、うん、まあ失敗に終わってしまったという、はいはいはい、ことになったので、うん、最近どうですか、おー、なんかみんなも挑戦して試してみて、なるほど、ダメだったなっていうのあったりする、なるほど、っていうのをちょっと緩く話せたらななんて思う。もうどんな些細なことでもいいんですよね。どんな些細なことでも構いません、うん、ありがとうございます。ありますか。じゃあ僕からいいですか。お願いします。僕といえば、まあキャップ、まあいつも被ってるじゃないですか、うん、最近、うん、いつもよりつばの角度が丸まってるキャップを購入したんですよ、うん、ちょっと前に、うん、はい、もう挑戦ですわ、うん、もう自分の中では。でもそうやな、だいたいまっすぐか、うん、まあ曲がってたとしてもちょっとカーブがついてるぐらいキャップを今までやってたんですけど、曲がってる意味ないな。そのカーブがこれぐらいの、うん、ちょっとかなりやん。たまにはこんなもんいったろかいと思う、うん、自分でイメージもして、うん、いけるわ、うん、ってなって、もうネットでポンって注文したんですよ、うん、注文したんですよ、うん、そう、届きましたわ、はい、かぶりましたわ、うん、全然似合ってなかったそれさ、はい、俺が思うに、はい、俺多分似合うと思ってんだよ。あ、マジっすか。似合いそう。多分もうトンボの中で、うん、これが仕上がりすぎてんじゃねえのって思う、うん、自分の、うん、見た感じでってこと。そうそう、うん、俺で言うと、うん、この俺で言うとこの、うん、襟足だよ多分。あー、固定概念。もう固定概念が俺あの時あったから、うん、もうこれ帽子普段も被るしこれでええねんってなってんだよ、うんうん、で短くしても帽子かぶったら似合えへんなる人があったけど、うんうん、あれはもう完全に俺の固定観念やったよ、うん、そうか。そうじゃないと思うよ。どう、似合いそうじゃない。似合うと思いますよ。あ、本当、はい、そうか。ちょっと、うん、今が、うん、やっぱりそのめちゃくちゃトリッキーじゃないですか。お前さ、いやいやいや、お前さじゃなくて、マジで何のこと顔のこと言って顔じゃない顔過去のこと言われたと。今から顔をいじっても滑るから。こいつ後輩なのに先輩の顔させて顔がトリッキーって言っとんかなと思って。どういうお前、初めて言われたこと思って。そうじゃない顔じゃないよな、帽子の話。ああ、すまんすまん。帽子がトリッキー。ああ、そうか。その帽子の被り方が実はちょっとトリッキー、うんうん、ああ、ちょっと上になる。そうそうそう、光さんとかにも。ああ、つば。確かに確かに。だから、うん、その普通なのにそれが似合ってるって思っちゃってるだけだと思う。いや、正直ね、うん、この角度あるじゃないですか、うん、深くしたら、うん、むっちゃ変になるんですよ。ちょっと見せましょうか。じゃあして、この帽子でいいですよ、うんうん、まあみんなこれぐらいのね、普通の被り方いきますよ、はい、
なんか嫌じゃないですか。なんか嫌だな。ちょ、もうちょい。さすがに深すぎない。そうそうそう、これぐらいじゃないの。うん、どうです。なんか嫌じゃない。やっぱ俺らも見慣れすぎてたのかな。なんか嫌なやつだ。でも多分、うん、似合ってなくはないんだよね。うん、あ、本当ですか。ちょっと正面に、うん。どうですか、視聴者の皆さん。なんか嫌じゃないですか。なんか嫌なやつだな。ちなみにこのか、ちょ、こっち向かないで、はい、面白い。この角度は、うん、俺から見る角度は全然いける。あ、横ね。うん、こっち向いて。トリッキーやな。トリッキーやないか。そう、もうこれ慣れちゃってるから、うんうん、ダメだったん曲げてんのが全然全然似合ってなかったんですよ。まあ、だからそれはまあまあちょっとした失敗ですけど、俺はいいんじゃないと思うよ。ああ本当です。だって自分が気持ちいいのが一番いいでしょ。あ、確かに、ね、まあ自己満ですからね。そう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 、うん、で帽子のキャップ変えた方がいいよって言われたことないでしょ。あ、ないですないです。俺はもう散々いるやつ言われてきたから俺は言われてきたから変えるべきだってん。ああなるほどね。でもトンボ言われてないやん。うん、言われてない。だから別にいいんじゃない。まあ、そうかそうか、うん、まあ自分の中でのちょっとした失敗、うんの話です、ね、いいんじゃないですか。 ありがとうございます、はい、他ありますか、うん、ありますね。安武、僕、まあ、今この格好もそうですけど、うん、最近やっぱダイエットをしようと思って、うんうん、ウォーキングで通ったりとか、うん、そうやんか、してるんですよ現場までな、はい、そう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 。で、まあ、いろいろ努力してる中で、うん、お酒が好きなん で、うん、でお酒すっごい太っちゃう原因なので、確かにな、一旦ちょっとやめようと思ったんですよ、お酒を。はい、完全にもう断酒、断酒しようと思って、まあまあまたいずれ痩せるとかしたら飲めばいいけど、うん、とりあえずやめようと思って、うん、そのうちの妻にも言ったんですよ、うん、ちょっとお酒やめるわっつって、うんうん、お弁当とかも作ってくれたりするし、はいはいはい、そう、こんだけやってるんだったらやめるわっつって、うん、ああそうなんだって宣言したんやもん。そう、いいじゃん頑張りなよっつって、うん、まあその日仕事行って、うん、帰ってきて俺普通に冷蔵庫からビール出して飲んでて、いやすごい、体が勝手にすごいね、お前体が熱くなる過激で一番と二番一番と二番どっちが一番だ、いや分からんどっちが一番が良かった、いやどっちでもいいから俺はじゃあ歌詞の話どうでもいいん飲んでたん気づかずに飲んでて、無意識でルーティーンか、すごいね。横でリサちゃんが仕事してたんですけど、うん、え？それはそれ意味わからんもんだって。しかもボケっぽく飲んでないんだもんな、はい、飲んでて、うん、ああふふわ普通に飲んでなんだったの今日の、確かになんでじゃあ言ったんわざわざ、そう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 、もう忘れちゃってたんだ、もうなんかルーティーンみたいにそれこそなってたんで、うんうん、流れで普通に飲んじゃって、そっからどうしたの。ああ確かにやっぱ無理だわ飲むわってなったのか、はい、もう一回ごめん、いや俺やめるんだやめるんだっつってやめてんの、うん、もうそれでごめんっつって今日はこれ飲んじゃったけど、うん、もう本当にやめるわって言ったんすけど、あ、言ったんだ、うん、あ、もう大丈夫って言われました。確かにな、宣言しなくていいよ、もうお前は宣言すな、どうせ飲むでしょ、 飲むでしょ、確かに確かに。でも実際どうなって、もう飲んじゃってますね。だそれ普通に何じゃそれ。やっぱなんか帰って家族の顔を見たらなんかお酒飲みたいなっちゃうんですよ今。ああそう、その時間がなんか分かる、チョビもちょっとビールっぽいもんね、なんかね、色か色かシワシワ、かシワシワ、もうちょっと薄いシワシワしてるから、モコモコしてるがさ、あれがビール泡の感じみたいな感じ、飲みたくなるぐらい可愛いし、チョビわかんないけど、チョビ見て可愛すぎて酔う時あるからね、わかんないですけど、まあでもそうなんですよ、だからまあ他で頑張ればいいやと思って。ああなるほど、お酒はちょっと無理でしたね。まあでもお酒のもそうやけど、はい、別にそのなんか病気とかそういうことではないから、そうですね、そうそうそう、そこもトライアンドエラーは繰り返しいいんじゃないの、うん、って思うけどね。我慢できると、うん、そうですね、我慢できる日はしようみたいにしてます、うん、あとでもウォーキングが続いてんのがすごいわ。まあまあそうですね、うん、そういう意味ではカジサックの切り抜く部屋も、うん、カジサックがか切り抜く部屋もいずれまでやるかもしれんから、うん、まあそうですよね、これ言ったのは休止なんで、うんはい、チャンネルをなくすわけじゃないから、うん、トライアンドエラーは繰り返していきましょうよ。はいはいはい、これ僕もあります。何、僕もあの安武さんの話じゃないですけど、うん、ダイエットをや、うん、チャレンジしてるんですけど、うん、結構その歩くとかが僕はできなくて、その習慣化できなくて、うんうん、どうやったら自分にとって合ってるダイエットあるかなと思ったら、うん、僕バスケやってたんですよ。あー、はい、そうやん、学生時代うまかったよ、めっちゃ、うん、ありがとうございます、うん、でちょっとあのバイクで走らせたところに、うん、バスケットゴールが無料で使える公園があるんですよ、うんうんうん、そこを見つけまして、うん、妻と一緒にバスケしに行こうっつって、うん、妻も、はい、妻も実はバスケやってたんですよ。あら、そうなんだ、はい、で2人乗りして、うん、バスケットボール持って、うん、行って、うん、で
なんかこうシュートしてたりとかしたらもう汗もかいて、うん、これで痩せれるんだとめちゃくちゃいいなと思って、うんうん、これちょっと続けるダイエットだなと思って、うんうん、でもなんかちょっとこう妻にかっこいいとこ見せたいなと思って、うんうん、バスケットいい、うん、ヘイっつって、ヘイってパスもらったの、ヘイっつって、うん、パスそしたら妻がパスパッて結構早かったんですよ、うん、パスか僕ヘイっつったのにこうキャッチミスして、うん、突き指して、うん、それからバスケ行ってないですもう。あらトライアンドエラー失敗いやそれは多分シンプルに怪我したからじゃないの怪我した話ですよ。トライアンドエラーじゃないじゃないですか、うん、その治ったら行くんですかまた行かない行かないか怖いか怪我したの怖いか怖いから久しぶりにボール触ったら突き指しちゃったからちょっと怖くなっちゃって怖くなっちゃった怖くなっちゃって2人乗りっていうのはちなみにバイクで、あ、バイクです、はい、めっちゃ素敵じゃない、素敵ケツ、ね、でノーヘルいやどこトライしてんすか、トライしたら、トライしないでしょ、絶対やめてな、絶対やめますよそんなことは、ちゃんと二血のトライやるんだよ、どこまでしてないっすよ、本当のエラーだよノーヘルなわけないそれだって、なんちゅうやろな、トライアンドエラーっていうか怪我だもんね、そうか、でもそこで怪我した後に、はい、もう一回続けたいかってなったら続けたくないってことはエラーになるのか、まあまあそうか、そうですね、もうなるほどね、はいはいはい、どうですか、うん、僕いいですか、どうぞ、僕はちょっと安武さんと順位ちょっと似てるんですけど、うん、最近ちょっとダイエットというか健康にいいので、ね、ラジオでも言ってたもんね、はい、うん、ちょっと気を使ってまして、まあ、トレーニングとか、うん、まあ、食事の節制とかやってるんですけど、うん、その中でちょっと昔からあの納豆が嫌いでして自分が、うん、やっぱ体にいいって聞くじゃないですか、うん、そうね、納豆体にいいよ、これを機会にちょっとまあ大人にもなったし食べれるかなと思ってちょっと納豆を、うん、あの食べるかわいいなお前大人になったし俺もそろそろトライしてみよう嫌いなもんちょっと変わったりするんですよ、それはもうトライヤーです、トライヤー調整したらもう全然ダメでしたね終わった、早っ急に終わったどこで思った一口目で思ったいやもう匂いから無理だったんですけど、まあ、うん、食べてみても無理でした、まあ、そうなんですね、もううーって感じ、そうですね、あ、そうなんだ、リュウジ、はい、ええー、ことを聞いたわ、ありがとうございます、あお前次の会議混んでよ。ユージ、わかるやろ。なるほどね。はい、じゃあ沢崎。沢崎俊夫。沢崎どうも沢崎俊夫です。ある。私のトライはですね、どうだろうな、なんかちょっと前というか、うん、まあ。このチーム加入させていただく前まで、うんうん、毎日僕あのインスタに絵を描いて、うん、投稿してたんですよ、そうやんか、イラスト、ね、はい、うまいでしょ、それがなんかちょっと心のなんていうんですかね、よりどころというか、うんうん、描くことでちょっと自分の中で癒されてたんで、うんうん、なんか生活の一部となってたんですよ、習慣、すごいな、かっこいい、絵を描くことが癒されてたよ、ってアーティストじゃん、新助さんやそうなんすか、島田紳助さん、紳助さん絵描くんですか、休みポンってなった時はあの宮古島とかに行って、うん、海で絵描くんです、マジっすか、そうなんや、僕もだから iPad なんですけど、僕が描く絵ってそれを iPad を持って、うん、あの近所の河川敷に行って、うん、絵を描いてたんですよ、すごい、紳助さん確かハガキに描くの、あー、油絵みたいなことですか、うん、これがええねや、 うわ、うちのお母さん拾った石に書いてましたよ、いやっさけーいや、まだだけまだだけまだだけマダムのタケ、ま、石に書いてました、顔とかおしゃれ、猫とか書いてました、うわ、かわいい、形、いい感じの形、そう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 、あ、石に、そうそうそう、ちょっと一回合わせてもらえいいよ、待って、癒されて愛情が合う気がする、そっか、行ってきてよ、2人で、本当に、いや、ごめん、途中やったな、はい、だからそういう絵を描く習慣があったんですけど、うん、はいはい、まあ、ちょっと東京来るにあたって、うん、なんかその習慣が一回ちょっと途切れたんですね、うんうん、まあ、ちょっともうチーム改作の業務に集中しようみたいなところもあったりして、うん、はいはい、ちょっと描く習慣が一回途切れたんですよ、うん、したらまたちょっと絵を描こうかなと思っても、うん、なんか描けなくなっちゃったというか、おー、なんでなの、描いてみようと思うんですけど、うん、なんか自分の中でハードルがすごい上がっちゃって、うん、で出すことに、まあ、インスタにそれまで上げてたんですけど、うん、同じようにこう上げることに、うん、
なんかすごい緊張しちゃうっていうか。なんで？いや、わかんないです。だからまあチーム開拓に入らせてもらって、うん、よりなんかこう見ていただける環境になったっていうところもあるかもしれない。ああ、そうか。フォロワーも増えて、うん、たくさんの人に見てもらうからには手抜かずにしっかり書かなあかん、うん、あの時はもう何も考えずに、うん、普通にがむしゃらに気楽に書いてたけどもっていうこと、うん、なるほどね、はい、だからちょっと、まあ、それはだから絵もなんか家庭菜園のことを絵に描いたりして、うんうんやってみたんですけど、うん、なんか自分の中でちょっとアップするところまで持っていけなくなっちゃった。ほんでまたそうなったら趣旨変わってくもんね。確かに確かに、うん、そもそもだって沢崎は、うん、癒されるためにやってたわけやもんな。そう、そう、そう、だから年男はそのなにアップしなくてもいいじゃん別に。その書くことが癒しになってるんだったら、うんはい、別にアップしなくてもいいかなと思うんだけど。まあそうなんですけど。そうだもんじゃ厳密にはね、そこじゃない、そこじゃない待って待って、沢崎年男の部分あそこ誰が処理すんのあれあなたじゃなもう飲み込んでるんだよ。そこはもういいかな。もういいんだ別にいいんだそこ、うん、そっか、いいんだ、うん、そうだからなんか、うん、その昔も要はまあ少ない人たちからいいねをいただいてたんですけど、うん、それが嬉しかったんですよ、うんうん、だからそこがもうそこも込みで絵を描いてあげていたみたいな、うん、なるほどね。でもさカールそこ一旦そこは忘れて、はいうんそのカールが描く絵を、うん、なんだろうインスタ上げずに、うん、そのまま、うん、もう全くカールはその、うん、インスタに上げたいかもしれんけど、うん、一旦抜きにして、うん、本当に癒されるためだけに、うん、自分のためにそうカールのために描いたらいいんじゃない。あとルイスはその要は iPad じゃなくて、はい、そのなんていうの普通にそのなんか油絵とか、うん、そのアナログで描いてみるっていう風にやっぱルイスもそのデジタルな感じでやっちゃうとことにハードルがアップしないといけないってなるかもしれないから、だからルイス的にその良ければだけどそのアナログでその紙とか買って油絵とかをやってみるっていうのはいいんじゃないかなと思うんだけどね。じゃあちょっと友達カールルイスカールルイス飲み込むなカールルイス友達のベンにも言ってみようか。ベン・ジョンソンあれがわかんないじゃん早かったからドーピングしたねじゃないんだよあれがカール失礼いたしました失礼しました。もう楽しくなっちゃったでもほんまにそうしたら、うん、もうさ、そう、まあそこ込みやったかもしれんけど、うん、絵描くんこの間開作校の楽屋でさ、うん、ブログを描いてたの、はいはいはい、絵描いてたやん。描いてた描いてたの、めっちゃ絵あんな、うん、だからあれ、うん、あれほんとめちゃくちゃ勇気出してまあその楽屋会員の方だからみたいなところで、うん、まあちょっとこうまあ味方だと思ってっていうか、うん、よしとみってそういうとこあるよな。理解してくれるであろう。ちょっとなんだろうそのハードル上げすぎる部分あるよね。確かに確かに自分でね、うん、そんなみんなよしとみに期待してないよまあでもそういうことなんですよね。いやほんまそうやで、ね、そう、うん、でも勝手にやっぱ思い込んじゃう。で一番良くないのは多分好きなのにあの待ってる人もいるのに発信しないことだと思う。そうだからで対して僕技術はないんですよ、うんうんうん、毎回言ってますけどあの、うん、絵の話になると、うんうん、だけどだからあのもっと気楽にその下手側としてどんどんこう上げていくことだけを考えればいいと思うんですよね、うんうん、だけどまあだから難しく考えちゃうんで、まあ、それはなんとか改善するというか、うんなんかでも僕思ったんですけど、うん、カジサックチャンネルの視聴者さんもすごい見てくれてるじゃないですか、うん、きっと吉富のインスタを、うん、で吉富のキャラもあるじゃないですか、うん、絵描いてちょっと違うなってことをあの文章のところに書いたら、うん、この絵はもうちょっと、うん、確かにあこの色でやりたかったんですけれど、吉富ちょっと時間がなくていい保険をな、うん、決して僕は上手くないんですけれどもめっちゃいいみたいな毎回保険がしたいやそしたらいいやあでもそうそしたら絵だけ見たい人は絵見るしそんなことないよって思うし、うん、視聴者さんはコメント見に行ってむちゃくちゃ保険入ってるっていう確かに楽しみ方もできる。あでもそんなの嫌だろうって今言おうと思ったんですけど意外と誰もやってないことかもしれない、ね、そうそうそう。いやいいよ、ま、じゃとにかくエアロっぽいなんか、うん、全然やってるっぽいよね。そうそうそうやってるっぽい本当に、うん、だからスミスっぽくて本当にめっちゃなんかその上げる上げやすくもなるだろうしな、それがあることによってな、まあ、ドアナエアロスエアロスですよ
飲み込むな。これこれ好きかも。飲み込むなエアロスミスを。あ、面白い。とわな。とわな。とわなって書いてある。とわな。アルマゲドンじゃないんですよ。でもほんま今安田が言ったやつほんまにええと思う、うん、いいじゃんいいじゃん。なんかそういうそうですね、考え方変えれば、うん、より自由にというか、絵のハードルも下がるし、下がる下がる、楽しく、そうこっちのためになんか振ってるみたいにも見えるし、うん、損がないというか、うんうんうん、そうだね、もうやめとこう。いやもう今もほんまやりたいねんけど、もうなんかあんまりハマってなかった視聴者さんに福沢で行きたかったまあこんな感じで、はい、まあ、それぞれトライアンドエラーを繰り返しやっていますが、はいはい、まあ、今回お伝えしたかったのはですね、あの解釈の切り抜く部屋、一旦ちょっと休止させていただきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。すいません、最後になったんですけど、常今大阪にね、うん、いたりするんで、今常はいないということでございます、はい、これからも、まあ、他にもチャンネルたくさんありますんで、はい、一生懸命頑張りますので、これからも応援何卒よろしくお願いします。お願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。